はい皆様お疲れ様でございますいくいく選挙チャンネルいくちゃんですちょっとまだねちょっと喉の調子が悪くてですねちょっとはい、えー、途中水などを飲むこともあるかと思いますがご容赦ください今日の話題は静岡県ですねリニア問題ですねはい川勝静岡県知事のああいえばこういう15回目県庁は 無責任体質ということでお送りしてまいります。つばクロサワ、これつばめサワ、つばクロサワと読みますね。でこちらにトンネル掘った、ああ掘削したああ残土をここに、えー、盛り土地するということですね。<laughs> でそれに対してナンバシズオ市長がですね、まああの結論としては。 椿沢に盛土することに問題はないと、はいえー、結論付けていらっしゃいました。で、えー、県はですね、<laughs> 河川管理責任を、えー、から逃げてるんではないかと、一回ね、盛土なしの状態でどれぐらいの安全性があるのか、それを示す必要があるのではないかと県に訴えているんですね。で、それに対して県は、えーまああのー、土木の責任者でしょうか。 水の管理義務はあるが、なんかあの土砂、えー、にはないみたいなことを言ってるんですね。えー、これに対してですね、難波市長があの痛くあのお怒りでした、はい。で、まあね、熱海の土石流災害、まあ、あれ人災ですね、はっきり言って、それに責任がないと言えるのか、ああいう災害を前にしてよくそういうことが言えるのかと。 お本当に怒りをあらわにしていらっしゃいました <coughs> あ。責任ないと言えるのかっていうのはちょっと私のこれ、ここ、言い過ぎ、書き過ぎです。土石流、災害があって、そんなことが言えるのかと、世の中にそんなことが言えて、そんな話が通りますかというお話でした。私もあれを聞いていて、やっぱちょっと、この静岡県っていうのは、今、どうなんですかね、このなんか無責任体質というか、非常に感じるんですね。 でなぜ感じたかというと、その熱海の土石流のこの件に関して、もう、あのー、災害から2年経ってるんですね。で、えー、県議会から行政対応の,その再検証っていうのを提言されたっていうのが、6月かなあにあったんですね。で、その報告書を今回の9月に、えー、提出することになっていたんですがあ、要は先送りですね。いろいろ調べることがあって、まだできないと。 まあ単に遅れただけですよただ2ヶ月ではなくて、2年あったわけですよね。えー、で、2年あっても、この書類がまとまらないっていうのがどういうことなのかということですね。それと、まあ、あのその資料の中に、な、ま、ん、あ、とか言いますが、黒塗りのね、ほぼベタ塗りですよ。ほとんどもう読めるところのない資料を提出した。その資料もあのコピー機が悪いようなことを言ってるんですよね。 コピー機の操作をなんか間違えたみたいな言い方なんですけど、そんなもん出てきて真っ黒だったら普通やり直しますよね。そんなん普通は通らないですよ。民間だったら通らないですよ。そんな書類出してきて。怒られちゃいますよ。まあなんかこう、これはああの明らかに何かを隠蔽している、隠しているとしか思えないんですよね。で、ちょっとこれ、静岡県ってまずくないですか。その川 カツイズムみたいなものがこう行き渡ってません。その川勝知事の退職金自体自体の問題問題からあ不信任案が可決可決寸前まで、えー、ね、えー、追い込まれたり、えー、まあリニアル反対のための反対そういう自説を展開していたり、えー、まあ人からはね。 よそからはゴールポストを移動してるって言いますが、まあ私は移動してると思いません。もうリニアは反対っていうそのゴールポストを掲げて、えー、いると思うので、えー、そのポストは動いてないと思いますが、まあなんかやっぱりこのタイトル、ああ言えばこういうっていうのは私がつけたのではなくて、えー、流域のある市長さんがつけたんですが、ああ、そうのなっていないか、そういうことが県庁全体に行き渡ってませんかね。この熱海の土石流は明らかに 津、えー、さんですよ。あのひ非常に雑なあの埋め立てのお許可書を出していますよね。で、その後のことも見に行ってだめだよって言ってるだけで、実際は何もできなかった、熱海市は何もできなかったし、まあ、それを OK しちゃったのは県ですよね。まあ、そのあたりのこの仕事の仕方というか、ちょっと静岡県まずくないですかね。あの リニアにに関わらず、この知事さん続けて、この体制でいいんですかねあの他にもいろいろ問題が出てますよね。あのえー、えー、ね、神奈美町のおーソーラー施設とか、これからいくつも牧之原の方にも、ソーラー、大規模ソーラーが建設されるようなことが言われていますよね。で、やっぱりこう、環境問題を言うにしてはこう、ひどくね、 県は矛盾した態度を取っています、大井川に対しては厳しいけど、ほか、ソラーパネルなどには非常にこう緩い対応を取っていますよね、箱、えー、物行政いっぱいしてますし、また今度、あのー、か浜松か、浜松で、えー、ドーム球場を作るような話もあるとで、まるで浜松にドーム球場がないと人口減少が止まらないような言い方を。 ががされてるんですがうんそうほんちょっとあれ聞いてて笑っちゃったんですけどね、ドーム球場があると人口増えるんですかね、えー、子供結婚するカップルが増える、子どもが増えるんですかね、なんか言ってることが変だと思うんですかね。ということがございましてですね、えー、やはりですね、ちょっと静岡県知事は見直して県庁の姿勢そのもの、これ直さないと、 川勝さんの任期がなりすぎて長すぎますよね。このままだと2025年ですよ。次の選挙も出てきそうです。はい。えー、こは不信任早めにまた通して、えー、県の議会もですね、早く対抗場を立てないと。それと財界の財界のね、いくらその市民が反対票と反対票というか他の議員に対抗に入れようと。 やはり財界がこう動かないことにはどうにもならないですよね。えー、静岡市、それから、えー、と清水、あと浜松ですよね、大きい企業さんありますよね。そういうところをこう動かしていかないと、なんか静岡県ってまずくないですかということで、えー、次の選挙、はいえーまあ、それが不信任になるか、人気いっぱいの2025年になるか分かりませんが、川勝知事、一択でしょう。 対抗議員を応援します。はい。い対抗議員じゃね対抗候補ですね。失礼しました。対抗の候補。おろろ対抗の候補を応援しますよという方は2番。はい。いや、俺が出ると。名乗りを上げるという方は3番です。はい。ぜひね、静岡県のために、えー、立ち上がってください。それが日本のためになります。はい。よろしくお願いします。 ということで、本日、えー、静岡県、えーえー、リニアですね、リニア問題の件、以上とさせていただきます。